草原を描く。草原の描き方を学んでいきましょう。草は森などの自然界はもちろん、道路の隅や庭、公園など日常の多くの場所で目にすることができます。このような草原を描くときに、葉っぱを一枚一枚描くのはとても大変です。草を描くときは細かい線をたくさん引くのではなく、まとまった束をイメージすると良いでしょう。このテクニックを使って実際に草の生えた地面を描いていきます。まずは全体に色を塗ります。奥の方は光がたくさん重なるので明るい色になります。草に限らず背景を描くときに大切なのはシルエットを見せることです。シルエットはモチーフを表現する上で最も重要な要素です。シルエットをしっかりと見せるには色の差を意識することです。例えばこのように暗い色と明るい色を重ねると輪郭を目立たせることができます。濃い色で草のシルエットを描きます。草が生い茂り、影が落ちているような空間になりました。草むらを描く場合も地面と同じように距離によって区画分けをすると遠近感を出すことができます。まだこれだけでは草の重なりが表現しきれていません。次に明るい色で草のシルエットを描きます。背景を描くときはこの繰り返しがとても大事です。明るい色の上には暗い色を当て、暗い色の上には明るい色を当てましょう。特に近景は草の根元が見えることもあります。近くにある草を描くときは地面を描き足してリアリティを出しましょう。シルエットを意識しよう。草を描くときは大まかなシルエットでバランスをとり、距離によって描き込みに差をつけましょう。